いわきグリーンスタジアムの第2試合は福島高専対小高産業技術。小高産業技術のエース鈴木智也は福島高専を5回まで5つの三振などで0点に抑えます。しかし鈴木は1点リードの6回、昨日選手宣誓を務めた福島高専のキャプテン小平に右中間を切り裂くツーベースヒットを打たれると、送りバントでワンアウト三塁のピンチに高専のエース松崎。ヒッティング、右中間破っていった、三塁ランナーキャプテンの小平ホームイン、同点です。さらにこの回福島高専は足を絡めて逆転に成功します。自ら逆転劇を演出した松崎、波に乗りたい次のイニングでしたが、2本の長打で小高産業技術に再逆転を許します。小高産業技術のエース鈴木は7回以降は粘りのピッチング、最後のバッターはダブルプレーで小高産業技術がシーソーゲームを制しました。